なんかミュータントの声がずっと聞こえるんだが、他の部屋、あ、見れない。くつろぎますか。なあサム、この混乱をお前はどう見る？俺は故郷に帰りたい、それだけだ。トムは俺を乗せると言った。どうせまた核戦争を追っ始める気なんじゃないのか、あいつは。サム、潜水艦は恐ろしい兵器だ。そしてあれは祖国を守るためにわしに託された。海賊の襲撃はもちろん、地上の楽園を作り出すような高貴な目的だったとしても使うべきじゃない。わかるか？前の戦争でわしはあれを使わなかった。確かにかろうじて生き残ったが、もはや誰にあんなものを使う権限や能力があるんだ。エド、トムは理にかなった男だ。あいつがそこまでやるとは。トムは、あいつ根っからのビジネスマンだ。そして望むものは何としてでも手に入れようとする。奴に従わないものを置いていくということが私だとわからないのか？わしが燃料棒を渡さないと言ったら連中はどうなると思う？あんたは悲観的になりすぎてる。よし、こうしよう。俺があいつを呼び出すから直接話してくれ。それで構わん。サムからトムへ、キャプテンと話してくれないか？いいぞエドワルド、燃料棒が必要なことは知っているが、お前は入植地が必要で仲間も取り戻したい。それを提供しよう。原子炉の燃料棒交換が済み次第、私たちは立ち去ると約束しよう。核兵器を使うと思っているのだろうが、私は約束を守る男だ。お前も知ってるだろう。味方によってはお前は約束を守ってきた。だが問題は他にもある。お前を信じたとしてもクリムは信じられん。逃がした悪党が奴のために働かされてるんだぞ。それは本当か？証拠はない。だがわしの友人が行方不明だ。彼らについてクリムは何か言ってたか？探してると言ってたが、疑わしく思っていたんだ。疑念は確信になった。先導は一人いれば十分だ。燃料棒を受け取ったらクリムは処分する。他に要求は？いや、それだけだ。それなら交渉成立か？そうだな、トム。後悔することになるだろうが、取引しよう。それはない。取引は絶対だ。じゃあ後でな。信じてくれてありがとう。サム、信じてなどいない。一瞬たりとも奴が何を言おうともな、信用できないんだ。だが、そうするしかなかった。その通りだ。選択肢はなかった。まったく、発電機がいかれたな。よし、見に行くぞ。おお、とと、こんなに腫れ上がっちまった。先にこの膝をどうにかしないと。治療しましょう。そうだな、痛み止めはないのか？わしは飲まないが、箱いっぱいのモロトフがある。密造酒と魚油があればこと足りるだろう。酒の力ね。胃袋に流し込むには食い物があると嬉しいが。あるぜ。わお、まさに怪我の巧妙だな。よし、それじゃあ早速いただくとするか。乾杯。ねえ、悪くねえな。俺、お前も飲め。
マジか。もちろんだ。ほら、食いっていけ。くそ、まずい。よし、これでいい。引っ張ってくれ。気をしっかり持て。うわ、きついな。あ、関節が逆の方向に曲がったりしてるのか。うまくいきそうにない。一息入れさせてくれ。酒で痛みをぼやかすしかないと。お前ももう一杯やってくれ。なんで俺も一杯やんないといけないんだよ。乾杯。まだまずい。よし、引っ張れ。気合を入れろよ。わかった、引くぞ。よし、まったく最低だな。お前のおかげだ。だいぶ良くなったよ。乾杯。乾杯。ねえ、今夜はもうどこにも行かんからな。うん、悪くない。お、大丈夫か。発電機を見に行こう。マジか。そこへ副官が飛び込んできて叫んだ。わしのテープレコーダーはどこ行ったっつってな。これで治ったんじゃねえか。レバーを引っ張れ、サム。ダブルで酔っ払ってんぞ。まだダメか。バーガ。え、聞こえたか。音楽か。あ、音楽でもあったのな。賛成だよ。よし、わしに任しとけ。これでバッチリだ。サム、スタートだ。そうこないじゃん。そこに光あれ。待て、これ。エド。なあ、お前の話を聞かせてくれよ。マジか。うるさめ、楽しまえぜ。いいぜ。大佐を埋葬し、旅立つ時だと悟った。親父が俺を待っていると。話してくれてありがとう。わしは追い詰められ、それ引きするしかなかった。あのろくでなしが世界を救いたいって。たく、やつはこれから核兵器を持った海賊になる。決まりだ。ねえ、おかしいね。そういうことじゃないんだよ。彼には案があるんだ。いいかよく聞け、サム。おめえはいいやつだよ。ねえ、おかしいね。彼はまともだ、エド。わかってる、それでも。もううんざりだ。さあ、飲もうぜ。ほら、飲め、サム。いつまで飲んでんだよ。敬意が足りん。年長者は上前にならんやんやん。なんだ、お前飲んでねえのか。おい、エド。俺はこっちだ。何、二人いるのか。
ブー、こりゃうめえな。うん、あ、悪くない。ギターね。落っこちるぞ。賛成だよ。よし、これぞパーティーってやつだな。あの、さっき見た兵士二人は何？見間違え？幻覚？エド、エド、どうしたんだ？エド、目が見えない。飲み物のせいか？そんな風にうつ伏せで寝てるからだろ。あと叫ぶんじゃな。あーって、あーって、頭が。だからわしは飲まねえんで。うわー、たく、まずいったらね。だが、すっきりしたな。迎え酒しとる。俺は全部飲め。これでよくなる。つったね。わかった、そういうことなら。よし、二日酔いが治るまでの間、昨日の話の続きをしようか。燃料棒のありかは分かってる。そんな遠くじゃない。地下の潜水艦基地だ。トンネルは水没しかけてるが、まだ通れる。入り口は海軍司令部ビルの中だ。放射線量が高いから防護服なしで入れるとは思えんがな。このビルはかつて消防署だった。潜水艦事故に備えて防護服が用意されてる。悪党どもに乗っ取られちまってるから、簡単に入れるとは考えない方がいい。やれると思うか？ええ、風に当たればすっきりするだろう。防護服を取ってくるよ。ありがとうよ、サム。わしもここで準備をしておく。おっと、階段を使ってくれ。下にあるドアから行けるぞ。ああ、忘れるとこだった。降りるとき、トラップを仕掛け直してくれねえか。時々ミュータントがやってくるからな。分かった、エド。モロタフが一本残ってるから持っていけ。他にもいるものがあるなら、下に転がってる悪党の死体を漁ってみるといい。こうやってしこたま飲んでる間に、なんか悪党でも潜んでたりしてんじゃないの、下の階に。ボードを見つける。あの汚染アイコンがついてる建物と、あの下の方の建物なんだろうな。アーマーのマークかな。で、ハテナのアイコンが一つ。消防署に行って防護服を手に入れてこないと。開かない。さすがにこの部屋にミュータントはいないよな。弾薬を作っておこう。ハンドガンの耐久力が死んでる。あ、こっちも死んでる。ちょっと水に入ったりしてたせいか。オッケー、最大限用意した。最初に受け取った武器手放したくないから、ショットガン使ってる悪党とかいたけど、それは持ち帰ってないんだよな。ショットガンシェル持ってる意味が今のところないや。
か今叩く音が。ここ下通っていけるけど、多分こっちにミュータントがいるな。どうせ大したもんないさ。もう探索したもんな。あ、こっちも開かない。くぐっていけってことか。ああ、まんべんなく探索じゃ。通った道でも。お？お？反応がないぞ。反応があった。アイテム。こいつはいい。まだまだミュータントの声がするんだけど。で、そうだ、今更なんだけど、あのスナイパーで狙撃してきたあの悪党たちを始末しに行った時、あの水辺に別の建物が一箇所あったんだけど、そこすっかり探索するの忘れてたな。なんか特別なアタッチメントでもあったかもしんない。え、てかこんだけ開かないドアあると他に道があるのか気になるんだけど、もう探索する場所を見落としたくないぞ。登っていけないし、こっち乗り越えていける？あ、いけた。普通にいけた。どう？この距離だと反応しないのか。こっから投げナイフ投げたらあいつ落ちてきそう。まあいいや。化け物どもが。ああ、やっぱり落ちてった。まあ、一本ぐらい。あらら。これは死んでるね。もしもし。火炎瓶。弾の消費を抑えたいなら、少しずつ溜まってる焼夷弾とか火炎瓶も、大量のミュータントが押し寄せた時には使うか。この辺特にトラップを設置するような場所もないけど、ああそういえば丸太トラップがどっかにあったな。どこだったっけ。この辺は何もない。開かない。あ、今エレベーターは使えないもんな。これは自販機？アイテム。悪くない。あ、外側に出れる。やっぱり下の階の方か、このミュータントのおぞましい声は。おった。ほい。人だろうとミュータントだろうと、どこに刺さってもこの一回で死んでくれる投げナイフの信頼性。化け物め。多分アルチョムもサムも時速200キロぐらいで投げナイフ投げてんだろうな。これは日記じゃない。
ん？変な音。おお、あそこ開けた。ハラショウ。あとはこれとそんぐらいか。狭い部屋がたくさんあるフロアなんだけど、なんか以前ほど閉まってるだろうね。曲がり角で急にミュータントが現れるっていうことが減ったような。開かない扉？なんかこういうところがあると、ああ通れる。お、ヘルメット、新しいヘルメット。お、これ今アタッチメントを分解してもいいけど、作業台がすぐ見つかるとも限らないから交換しちゃおう。ほうほうほう。いやー、なんかどっか絶対装備品かアタッチメントを見落としてる場所がありそう。ここ開かない。あー、したい。お、悪くない。あ、行きたかねえけど、こっちをオープン。ハンドガン使ってみようか。ここはトラップが普通にあるけど。おっと、これ新しい武器か。スナイパーライフルだ。このハンドガン置いてこう。とりあえずこれも外しちゃおう。次はこっち。上の階に行けんならもう一回上の階に行ってみるか。いろんなフロアを行ったり来たり。ああ、はいはいはい。あれ、ここのドア反対側から開けてないな。ああ、ここか。こう開けておく意味があるのかわかんないけど、きっちりと制圧はしておこう。これでよし。どんどん下るか。じゃあここは今通ってきたところでしょ。できれば投げナイフでキルを済ませて隠密に。ジップライン。あ、こっから外の方に行け。ああ、こいつらか。やかましかったのは。もうこれ以上下には行けないもんね。行けない。よし。じゃあじゃあこれで。
あ、短い。